大宮競輪オッズパークのオズパ采配チャレンジ決勝見事制しました岡山安田光介選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2場所連続完全 V 決めた今の気持ちを教えてください。そうですね、1回特賞逃した状態からの6連勝だったんで、また次狙っていきたいと思います。あと1場所勝てばというところまで来ましたね。そうですね、今回の決勝戦に関しては位置取りが非常に良かったかのように感じたんですが、どうでした？そうですね、もう短期のレースだったんで、まあ、味方もいない中、今回一緒だった森さんにいろいろ作戦練ってもらって、その通りにやったらうまくいきました。吉田遥希選手突っ張り先行となって、まあ、この位置は絶対という感じの投手でしたね。そうですね、とても吉田がかかってたんで、ちょっとどっかでかまそうかも迷ったんですけど、かかりよかったんでどこも出れなくて、まあ、最後のゴール勝負ってなりました。バックストレッチ の荒川選手、やはり地元でかなり車間を空けて、はい、そうですね、バックでちょっと自分もうずうずしたんですけど、まあ、500ってことを冷静に考えてちょっと荒川を待ちました。はい、見事まくり追い込むような形で勝利となりまして、まあ、本当に先ほど言葉ありました通り、もう一度ボクシングへのトライが続くということですね。そうですね、大宮競輪の3日間のシリーズ、ちょっとコンディションも大変だったと思うんですけど。そうですね、寒かったですね。初日の風とかどうでした？初日風すごかったですけど、2日目3日目はまあ良くて、2日目3日目はちょっと大宮の長い直線に助けられた部分が大きくあるんで、ちょっと嬉しいですね。ただ本当に先行まくり、そして今日のような位置取りからの、ショートまくり、いろんなバリエーションの戦い方、今日は今回は見せてくれましたね。そうですね、今回サイとても強い同期と生駒の八田さんがいるんで、ちょっとどうやって勝つか迷いましたね。はい、あと少し気になったんですけれども、競輪 .jp のプロフィール欄を見ますと、好きな食べ物がニンニクやラーメン。はい、これはお店の名前だ。あ、そうですね、これは中央大学行ってる時に通ってた中央大学の近くにあるニンニク屋っていうラーメン屋さんですね。どんな感じのラーメンなんでしょう？でもなんか自分でニンニク絞って入れ放題って感じで、はい、入れ放題、はい、とても活力つきますね。普段はそのニンニクのパワーを借りて競争を挑んだりはするんですか？そうですね、なかなかこっち来ることがないんであんま食べれてないですけど、立川とかだった時は絶対寄りたいと思ってます。そうですか、次回が小松島というところなんですよね。そうですね、小松ですね、はい、そこで3連勝勝てば、特別賞金賞飯と呼ばれますね。だいぶ遅れましたけど頑張って狙っていきたいと思います。ただ、次も大事なシリーズとなります。最後にファンの皆様に一言お願いします。しっかり小松島でも勝ち切って 1,2 班に行きたいと思います。応援よろしくお願いします。見事2場所連続完全 V 岡山安田光介選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。